い、こんばんは。誰も言ってくれない。こんばんは。こんばんは。始まってる？始まってる。はい、どうも、ロックオンミュージック第5週目が始まりました。はい、はい、今夜は週替わりのパーソナリティ全員集合のスペシャル回です。はい。第1週目は、ザ・ユー。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、ザ・ユーです。今日は、はい、いつものイレイと、田川もいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、第2週目ははい、空間日和からドラムボーカルリカコとギターコーラスマチコです。はい、よろしくです。お願いします。で、第3週目ははい、一人土なりです。はい、よろしくお願いします。で、第4週目は男性です。はい、僕、男性の直哉と言います。とアコーディオンと歌をやってるジュリアンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今回皆さんからのメッセージや質問も待ってますので、メールアドレスをお伝えいたします。 797@fmginowan.com まで送ってください。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声をインターネットで生配信しております。リスンラジオというアプリをインストールすればインターネットを経由して全国どこでもラジオ番組として楽しめます。 FM ギノワンのホームページからアクセスできますので、よろしくお願いします。はい、よくできました。はい、お願いします。皆さん、よろしくお願いします。なんかオープニングのジングルがちょっとキャン君が見つけれなかったということで、ちょっといつもとは違う。なんか大地さんのパターンですか。あ、そうそうそう、俺のエンディングのやつをちょっと流してくれたんですけど、なんかあんな大人っぽい、ね、しっとりしっとりスタートですけれども、今回7回目でしょ、ジュリアンちゃん。あ、7回目何が？あの、このスペシャル回。あ、5、うん、うん、5回って書いてる、うん、何回っても書いてないもはや、もはや書いてない。縁起がいいんで7回にしていきましょう7回で7人出てますんで、うん、本当ですね、ぴったりですよ今日。おお、すごい、はい、なんか3ヶ月に1回ぐらいのペースでありますよね。なんかいいね、年末感があるよね、みんな揃ったらまだ、まだなんだけど、まだようやく、ようやく夏が終わる感じ。結構真ん中ぐらい、うん、なんかでも涼しくなってません？うんうん、ちょっと感じません？なんかクーラーが、冷えがいいんですよ、うん、雨が、うんうんうん、雨の影響なのかな。同じこと言おうとした。あ、やっぱり、うん、もう一回言ってみる？あ、もういい、うん、いいよね、もうちょっと終わりそうだよね、夏がね。なんか今回のあの、うん、この第5週目のやつ、うん、あの男性が、うん、し、あの、この仕切って頑張るらしいんですけど、うん、はいはいはい、いいのかなって思いながら1時間頑張らないとね、直哉。はい、頑張ります、うん、僕ら、はい、こういうの苦手ですけど、あの、よろしくお願いします。お願いします、皆さん。はい、よろしくお願いします、今日は7人いるよ、うん、すごいよね。ジュリが来ること自体結構レアでしょ、もう、はい、うん、今日は、今日は今日はだ、すごいレア会な感じで。そうだね、うん、あと、あれなんでしょう、あの、めっちゃ話変わるけど、あの、ザ・ユーが、あの、ライブ告知あるんですよね。はい、はいはい、早速だけど、はい、もう、じゃあすぐ、はい、いいですか、早速。はい、ザ・ユーが、あの、ワンマンライブをやります。おー、すごい、おめでとうございます、うん、ありがとうございます。おめでとうございます。もう来週なんですけど、うん、9月の8日、土曜日ですね、沖縄市の614っていう、ライブカフェで、うんうん、ワンマンライブをやります、うんうん、オープンが6時半、スタート7時半、はい、チケットは当日のみ、2000円ドリンク別です、うん、これは今年2回目なんですけど、うん、ワンマンライブやるのは、うんうん、僕らが何枚かこうアルバムをリリースしてきて、うん、そのアルバムをライブで丸ごと再現するっていうテーマのライブになってます。今回はあのセカンドアルバムのナイトドロップを1曲目からも曲順もこう同じように CD と同じように最後までやる、再現ライブね、再現ライブです。すごいですねっていうライブをやりますので。614ってなんか音もいいってなんか僕、うん、ジュリが言ってて、見たことあります、はい、あのパルミラ通りでしたっけ、小田のの2階にあるすごいおしゃれなところですよね。そうそうそう、私すごい音が好きで、あっちの箱の、うん、なんかオーナーさんがあれでしょ、東京のライブハウスとかを経営されてる方が、うん、
そうです ね沖縄で今やってんだよね。マーズね、すごい有名な箱の、はい、オーナーさんだよね。何店舗かやってるみたいですね、うん、はい、楽しそう、うん、いいね、うん、はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。ワンマンライブすげえ。じゃあそのままじゃあそのワンマンライブに向けてということで1曲目じゃあ The You でね、かける予定もらえますか ね、 いね。はい、じゃあイレさん、あの曲紹介の方、はい、大丈夫ですか。キャンさん大丈夫ですか。トラック3ですね。そうです。じゃあもういいですか。お願いします。じゃあ The You のアルバムナイトドロップから聴いてください。かすみ。浅い眠りの中、迷い込む霧の中、 Tell me baby。仕込み口って、あとジュリーも あるみたいで渡しましょうね。こっち流してから渡します。はい、あ、オッケーです。その間に準備していただきたい。はい、はい、了解。これって今回のテーマって何でしたっけ。思い出迷子になる一曲。あ、そっか、思い出迷子か。僕とあの時、あの場所、あの人を思い出して心がわさわさする。わさわさする。
思い出迷子になる曲、その時にあれ結構考えるだけでもしんどかった。はい、CM 開けてますか？開けてます。はい、なんかこの生感が今日強いですね。はいはい、はいはい、やってまいりましょう。何のショーですかこれは。とですね、今日ストリッツシナリさんが、はい、テーマ決めてくれて、はい、で皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、ラジオを聞いてる方にお伝えしたいんですが、今日の僕らのテーマがですね、思い出迷子になる曲、はい、はい、思い出迷子になる曲、はい、とはということになりますと、深い思い出があったりしてちょっと聞くと心がわさわさするような、そう、はい、曲って誰もが1曲あったりするのかなと。多分あるよね。ありますよね。まあ、簡単に言えば学校の卒業式の曲だったりとか、うん、そう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 、あるわけでしょう、うんうん、きっとね、うんうん、みんなね分かれますよね、きっと。そのだいぶ古い時のものなのか、うんうん、最近のそういう出会いがあったのかとかっていうところにもあると思うんだけど、いつ頃のやつなのかね、そこだよね。そこでだいぶ変わってくるよね、うん、で皆さん今日一人一曲持ち寄ってきてくれてるみたいですので、はい、各種のパーソナリティー の方々もと一緒にね、はい、そしてミキサーのキャンさんも用意してくれてるということですので、はい、はい、これは誰から行きましょうか。やっぱりここはさ、やっぱテーマ決めてくれた、あ、私から、はい、土屋さんから行くのがちょっと、はい、私行きましょうか。はい、分かりやすいかなと思うんですけど、これは今じゃあ曲を渡しましょうね。はい、じゃあ今キャン君、じゃあこの CD のですね、15曲目ですね、一番最後の曲、はい、私持ってきたのは、はい、エピソードを言うと、人生で初できた彼女さんが初めて貸してくれた CD。 あー、もうジュリアンのテンション。ジュリアンは絶対そういう感じでいけないから、そういうの封印してきたのに、封印してきた、まさかの一人土成さんがそこでぶっこんでくるんだと思って。じゃあやっぱりこの年になってもいつ聞いてもやっぱりファってその時の感情になるんですよ。おいくつですか？15歳、はい、中3ですね。で、一つ年下の子と付き合ったんですよ、うん、初めての彼女だったんですけど、その子は結構音楽好きで、うん、岡村康幸とか、うん、結構なんかその年齢にしてはちょっと大人びたというか、うん、すごいいろんな曲聴いてる子で、じゃあ曲準備大丈夫ですかね、うん、じゃあちょっと聴いてもらいましょう。ユニコーンでヒゲとボイン。エピソードを話してもらってからの曲にしよう。みんなあ、これネット NG だけど、はい、入れてないです。ネットを見てる方すみません。今、ひとりつなりさんの思い出の、はい、思い出の迷子になる1曲聴いてもらってます。ユニコーンのヒゲとボイン。ヒゲとボイン、名曲ですね。ね、これ何の主題歌だっけ？夢って会いたらだったかな。これさ、なんかさ、YouTube さ、うん、なんかユニコーン、なんか誰かとコラボ、奥田民生、うん、と一緒に歌ってるやつありますよね。ユニコーンと奥田民生じゃん。そう、ユニコーンが奥田民生さんがやってたバンドなんですよ。え、じゃあ、あと一人誰？本当のユニコーンだと思う。あ、違う違う違う。奥田民生ってもう一個有名人が二人で歌ってた、この曲。あ、そうなんだ。コラボってこと、うん、それはライブ映像とかだったの？うん、なんかラペースとかのコラボだね。もしかしたらジュリー、奥田民生が歌ってるだけでなんかあれしいもん。ね、甘いよね。面白い。レトボイン。結構有名な曲じゃないですか、ね、僕の親友がよく歌う歌です。あ、そう、カラオケで歌う人も僕の世代では結構いますね。このアルバムがじゃあ、大地さん的には。そう、このジャケットだけでちょっとおってなる。なんかおってなるんですよ。ちなみに、この今お持ちの CD は、自分で改めて買った。あ、そう、改めて買ったやつですね。うん、はい。買うときはどんな気持ちで、そんなに俺さ、俺で俺の思いで俺みたいな。次行く。いやいや、でそこはちょっとそっとしたいい曲なんですよ。でもやっぱりいい曲ですね。なんかこのキュンキュン感がある、ね、くさび終わるんで、はい、BG しましょう、ね、はい、お届けしている曲は私一人土成がちょっと思い出迷子になる曲、うん、ユニコーンでヒゲとボイン、ヒゲとボインですね。はい、
もう15歳で初めて彼女できて、うん、その彼女から借りた曲、うんうん、借りた CD の曲なんですけれども、うんうん、やっぱりこれを聞くとその思春期のあの頃がちょっとファって出てくるんですよ、うんうん、いくつになっても。でも今日ずっとこの CD 聴いてたんですけど、うんうん、もうこれ作品として超クオリティ高いのを改めて気づいて、うんうん、もう本当に日本のビートルズみたいな言われてたじゃないですか、うん、ユニコーンって。これ素晴らしいですよ、うん、全曲面白い、うん、いろんなサウンドエフェクト取り入れたりとか、イントロアウトロ遊び心満載、素晴らしいアルバムですから。これ、うん、ヒゲとボインというアルバムになってます。ヒゲとボイン、はい、アルバム名も、はい、そういう感じです。はい、はい、そのお相手も今ラジオ聞いてくれたらありがたいですね。大丈夫ですか、なんか海外に住んでるって。いやネットがありますからね。そう、うん、YouTube, YouTube に残りますからね。ありますね、うん、いやいいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、じゃあ次もまた参りましょうか。いろいろエピソードも含めてお話聞いてみたいなと思うんですけれども、キャンさん行きます？おお、ね、すぐ名前が入ってる。なんとなくキャンさんも、はい、キャンさん行きましょうかね。FM ギノワンのマイケル・ジャクソン、うん、はい。じゃあエピソードから、うん、エピソードで言うと、はい、初めて手に入れた CD です。あ、なるほど。買ったって初めて買った、いえ、あのサンタさんにお願いして手に入れたし、家って言うから万引きしたんかな思って、ちょっとドキッとしました。いやいやいや、あの万引きじゃないですけど、あのサンタさんにお願いして、あのシングル1枚で喜んでた小学校4年生を思い出しました。あ、素晴らしい。ということで早速聴いていただきたいです。ビーズさんでラブファントム。X-File の主題歌だったんで、X-File 大好きで、で、じゃあこの曲は何だってことで、ラブファントム。うん、ちょっと聞きたい。で、実際ビーズを聴いて、このラブファントムで入ったんですけど、これビーズなの？これジェットストリームじゃないの？ラブファントム、あれなんですよ、この感想が、あの、サビから入るんですけど、うん、この最初の感想1分20秒ぐらい、めちゃくちゃ長い。まあ、ラジオの曲の人なのにラジオ向きしてくるんですが、あ、でも大丈夫です。あの最初いきなりサビから入るんで、そこから下げれます。サビ入ってすぐ下げる。そうそうそう。じゃあ聞いたな。なので小学校4年生の時は一番歌ってた歌ですか。これビーズ。はい、カラオケで。You're still wired。もうなんかすごいね、そういう人が来てくれるんだね。わあ、懐かしい。I'm still showing it out it. I hope it. Love is show. すごい。Love for it. あ、この人か。元気出る。すごい、いい声ですね。はい、じゃあ。さんの思い出迷子になる曲。Yes, 今聴いてもらってるビーズのラブファントム、ラブファントムですね。ラブファントム、はい、名曲ですね。かっこいいね、やっぱり。 X-File っていうドラマの主題歌でした、うん、日本版のね。なんとなく覚えてる、うる覚えで記憶があるな、はい、X-File 式だったんで、うん、UFO とか、あの宇宙人とかその辺のやつですよね。それで、あのサンタさんにお願いして、うん、初めてもらった CD、うん。どんな気持ちなの、キャン君はこれ聞いて。いやもう懐かしい。あの頃をバッてやっぱ思い出すの。わって出てきますね。あ、フラッシュバックするってことなんで。いやー、まあ、でもあの今だって思うと、たった1000円のあのシングル1枚でようあそこまで喜んだなと。いやいや、音楽はね、もう本当に、うん、もうちょっと贅沢なあのクリスマスプレゼントもあったんじゃないかと、うん、そう思わせて。いやでも入手困難だったかもしれないしね。親の頑張りが目に見えますよね。ありがとうございます。浮かんできますね。ゲームカセットバリューですね。ね、うん、はい、ありがとうございます。いい曲です。いいですね。でもクリスマスプレゼントが音楽ってさ、うん、もうさ、その音楽がさ聴けるまでずっと思い出がさ、なんていうの、蘇るっていうか、あれだから特別っちゃ特別だよね、とっても。うん、そうだね、うん、いいですね、はい、じゃあね、じゃあ次、我こそはっていう方いらっしゃいますけど、ジュリが指名しようか。じゃあ次、指名せ、あ、いやだ、うん拒否します？拒否します？行きます？
このラジオでシーンとなる感じ。あ、じゃあ行きます行きます。じゃあジュリー行きますか。私はあの なんだっけ今日のテーマは思い出迷子。あ、そう、思い出迷子ってなった時に、うん、もう一瞬で来た曲が2個あったんですけど、その中でも幼少期の思い出のやつで、ジラン、あのこの曲聴くとすごく大泣きしてたらしくて、あ、小学生とか保育園の時だったんですけど、あのちょっと聴いてください。聴いてから、うん、あのエピソード言っていい？うんうん、じゃあいいですか。思い出のアルバム、これは胸をギュッとされるやつ。ねえ、この曲めっちゃ怖いみたい。怖い、ね、うん、どういうこと？なんかすごい寂しくなって、うん、もう塞ぎ込みたくなるわけ。今でも大丈夫。そう、もうめっちゃ怖いわけ。わさわさするわけ。昔から。うん、昔から。第一印象からじゃ変わらないんだ今。そう、もうメロディーとか、もう歌詞とかが入ってこないぐらい、もうなんかお化け、なんかホラー映画見てるみたいな感じになる。怖くて、なんだと思うそれ。これあの思い出迷子でよろしいですか？ちょっと違う。でもまあそうなるってことね。本当にリアル迷子ですよ。リアル迷子。もう潜むそうな迷子。ただただ迷子。ちょっと現在進行形。じゃあ迷子でバイクあげますね。はい、これ多分皆さんご存知だとは思うんですけど、うん、保育園の卒業式とかで歌う人もいるのかな、はい、なんか曲名が思い出のアルバムってやつですね。なんか私はこのメロディーがなんかとっても、うん、あの怖くなるんですよ、うん、なんかいい曲だからっていうことの記憶じゃないらしくて、この曲を聴くとジュリはなんか泣きたくなるみたいなこと。これ思い出もあってちゃんとなんかちっちゃい頃とかなんかそういうシーズンになるとなんかみんなの歌とかでも流れてたんですね。あ、流れてたね。でそれ聞こえてきたらもう涙が止まらなくなってで、あの恥ずかしいから涙見せるの家族に、トイレに引きこもって出れなくなって、お母さんにジュリアンジュリアンって言われてた思い出をすごくあの鮮明に覚えてて、なんこれバレてますね完全にちょっとあの点間違いになってるのかわからないけど、いやでも大丈夫、自分の中ではわさわさする曲なんですはい、そう、あれですかね、この感情に語りかける感じの曲なんですかね。なんか名曲って聞いてて鳥肌立っちゃう曲とか、うん、なんか言えないけど急にすごく寂しくなったりとか、うん、なんかそういう感情が揺さぶられる曲とか、うん、結構あるイメージがあって、ジュリアンとすごくなんかシンクロしてるなのかな感じなのかな。そう、これがすぐなんか頭によぎりましたね、うん、不思議、不思議だね。なんかジランも不思議、なんか答えを見つけたい曲です、うん、自分の中でリアル迷子な感じで変なスイッチが入っちゃうってことだね。そうそういう感じだよね。そんな感じか、面白いね。次行きましょうか。はい、次行きましょうかじゃあどうしましょうか。じゃあ空間日和の2人からどちらか行きましょうか。あ、じゃあ私行こうかな。はい、マチコ行きますか。ジュリアンのとちょっとだけ近いかもしれない。私のはこれっていう明確な思い出があるというよりは、うん、ちょっとある時期にずっと聴いてたアーティスト、うん、あ、聴いてたアーティスト、うんうん、ある時期っていうのは私が、まあ、暗黒期ですねそんな時代がマチコ、マチコ暗黒期怖いあらゆるものがもう嫌になってしまった時期があって、結構長かったんですけど、うん、10代、いや、10年前ぐらいかな、うんうんうん、にあって、その時にまあずっとこう自分の心の支えになってたバンドの曲を持ってきました。ちょっと暗いんですけど、はい、じゃあそれ CD を準備します。いや、マチコとは10年くらいの付き合いですけども、うん、暗黒期知ってた？暗黒期が、うん、いやあったとはちょっと知らなかったですね、うん、
暗黒期のマチコの特徴はどんな感じだった特徴なんだろう。でもちゃんとお外では人に会うときは一人にいるともうあれだったんだ。なんかあんまりなんかね記憶がないんだよね。多分それだけ中身がなかったんだと思 う, う家にいて何もしてなかった。うん、でもそんな時でも音楽だけはやっぱりすごい好きで、うん、一番聴いてた時期だったし、その時に特に聴いてたバンドの曲を持ってきました。学生時代とかする。そうだね、学生時代だ、ね。うん、準備大丈夫ですか。はい、じゃあ私の思い出バイオになる曲です。シロップ 16g でハピネス。聞いてた、よく聞いてた、うん、体育館で体育の授業サボって聞いてた。シチュエーションが多い。シロップね、曲名はハッピネスだね、うん、そうだね、だからね、さっきの CD はストロークスは入れるかも、うん、了解しました。この曲が入ってるアルバムがショップの、メジャーファーストアルバムなんですけど、メジャーでこんな黒いの出すのかなって、すごいびっくりした覚えがあります、初めて。その中で一番ラジオで流せるかなって思える曲を両方かけてます。ラジオ向きの曲を。ギリギリラジオで流せるやつと思って。これ一回どっかで CM 挟んだ方がいいんですか？あ、そっか、まだ今日 CM 行ってないんだっけ。1回だけ行きました。1回行きました。あと1回が残ってるんですけど、まだあと 2曲ぐらいは十分いけると思います。あと4。シロップの PV でなんか普通にバーって歌ってるようなのをこうカメラでやってて、最後にドラムにギターの曲入るのかな。あります、あります、ね、その曲が同じアルバムに入ってるんですけど、天才っていう曲。もうやばいよね。なんか昔、友人がなんかこう大学の講義中にノートになんかパープルのカブっていう曲の歌詞をひたすら授業中なのに書いていて、この人はどうしたんだろうと。その人はちなみに私がシロップを教えました。シロップ付けにしたシロップ付けにしました。思った以上にハマっちゃったみたいで。そう、なんかあの効果版のことは書かずにパープルムカベっていう曲の歌詞を一生懸命書いてて大丈夫かなその時私シロップ知らなかったんで、うん、どうしたのって聞いたら好きなアーティストの歌詞っていうから、うん、ちょっと安心しました。じゃあ、そろそろマイクあげます。あ、はい、はい、はい、聞いてもらってます。シロップ16g のハピネス。ハピネスっていう曲です。すごいな。確かになんか部屋の中っぽいね。部屋の中っぽいでしょ。うん、そう、これを暗い部屋の中でいいな、暗黒期のマチコ。ちょっと俺、ちょっと映像で見てみたいな。なんか隠しカメラとかで見てみたいな。今でもまあ元気な時に聞いたりはするんですけど、やっぱりその頃のことをふっと思い出したりはよくするかな。うん、聞こえ方ってさ、今と暗黒期じゃ変わる？どうかな。ちょっと変わったかも。なんか、うん。今はまだこう、なんていうのかな、その当時は本当にこの、うん、歌を聴いてそれでこう希望を、うん、なんていうの、見出すじゃないけど、うん、救ってくれみたいな、うんうん、そういう風に聴いてたけど、今はなんだろうな、むしろありがとうみたいな。あいい、ね、うまく言えないですけど、うん、はい。面白いな。なんかそういうのありますよね、音楽ってやっぱり、うんうん、すごいな。なんか時期によって考え、なんていうの、捉え方がガラッと変わることもあるよね、一曲、同じ曲なのに。うんうんうん、そうだね、うん、
すごいよね、うん、はい、面白い、暗黒期のマチコでした、はい、なんで素晴らしい、いい発表でした失礼いたしました、はい、よし行きましょう。じゃあ続きまして、じゃあそのまま空間ビルのね、あ、 S さんっていう形の流れでいきましょう。はい、わかりました。私も若干なんだろう、暗めの思い出なんですけど、うん、迷子だからね、みんなね、テーマ、そうですね、うん、まあ、迷う、ねえねえ迷いますよね、うんうん、はい、私の思い出、迷子の曲なんですけど、エピソードから話すと、自分も高校生の時に仲良くしていた友達がいたんですけど、うん、その子とこのアーティストについてすごいワイワイ毎日のように話してたっていうアーティストで、この曲っていうよりはこのアーティストのこの辺りの時期に出されてた曲っていう感じなんですけど、うんうん、この子とはすごい何だろう、息があってすごい仲良くしていつも一緒にいるねっていう感じだったんですけど、なんかある日というか、これなんか怪談話じゃない怪談話じゃない怪談話じゃない、季節的にもいや、すごい大丈夫だよね、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ちゃんと実在したその子、いきなりトラックが突っ込んできたりしないそんな、そなんかそバッドエンドな感じでは全然ないんですけど、そうす、自分にとってすごい大事な友達だったんですけど、なんか気づいたらちょっとずつこの歩いていく道がそれてしまって、うん、なんでそれたのかっていうのも自分でもわからないし、うん、なんか取り戻したかったけどもう取り戻せないような感じになってしまって、でもたまにやっぱりこのアーティストの曲聞いたら、あ、今どうしてるのかなってふと思ったりとか、うん、あの時はすごい楽しかったからやっぱり色褪せない思い出っていうのがあって、まあこれを聞くと楽しかったのと、この別々の道を歩んでいってるこの今日みたいな感じなんていうか、いい言葉、いい言葉で、うん、っていうので、そのなんだろう、ちょっと胸がわさわさするっていう、うん、あ、なるほど、ぴったりですね、キーワードで、ね、はい、ちょっとピッときて、うん、今日は、そのアーティストの中から選んで、はい、見ました。はい、ちょっとネットでは聞けないので、皆さん後でよかったら検索して聞いてみてください。はい。はい、では、私空間日和のりかこから、思い出迷子になる曲、アジアンカンフージェネレーションで、粉雪。シロップも味感もそうだけどさ、一番多感な時期、ブランジっぽいでも恋愛というか、ね、なんか友情とか初期のそういう時期、多分同じじゃん、そう、男子は結構来るわけ、だからシロップとか味感とか、でそこら辺のエピソード話してないから聞きたいけどマチコの面白かったなんか来るよね、あるよね、やっぱり、ね、うん、ある、うん、この時期のハイスタとかもそこら辺だって、あ、そっか、うん、ハワイアンシックスとか、うん、こいつはよく味感の長さだよ、ね、あ、よく見てるよ、何回かな味感とバンブの日本立てだよねこの2つの出汁でできてるんだよ、水さん、味噌汁はそう、終わった時の主軸の出汁だよね、この味感とバンプを煮込んだらあいつさんみたいな、バンプは気をつけて、まだ1回ぐらいしか流してないつもりで、そうだな、バンプは1回、そうなんです、ね、私、あれこれ聞くっていうより、これってなんか、ここで聞くんで一本出しでやってます。バンチャーには思い出にあっても自分は流さないです。なるほど、かわいそうだからね。かかってるかもしれない。直でいけそう。そうなんです。なんかこう一時期は1ヶ月間ずっとマキシマムの春のしか聞かない。どうで、それは暗黒エッツだったの？じゃない。ちょっとアッパーエッツだったの？そうなんだけど。そうなんです。ホルモンがマキシマムだからね。相当。じゃあ、マイクあげます。はい、
お聴きいただいている曲はアジアンカンフージェネレーションで粉雪という曲です。はい、はい、これかなり初期の曲なんですけど、この初期の頃にこのバンドいいよって教えてもらって、で聞き出して、やっぱ自分たちの世代だったんでみんなでワイワイしてたんですけど、このワイワイ仲間がやっぱりこのクラス替えとともに第一次ワイワイ仲間からこの第二次ワイワイ仲間にワイワイ仲間は全員の共通語にしたい今ピンときてないピンときてない感じなんかなんかこの思い出巡る感がすごいあるんで、ちょっとアジカンかなり思い入れのあるバンドさんですね、うん、この曲っていうかこの時期のなんだね。そうそうですね、うん、はい、アジカンはねやっぱ学生時代に聴いてた曲ってやっぱり何かしら強いですよね、うんうん、はい、そうだね、はい、うん、なんかあれに分かれますね、こういう大地さんとかエツさんとかはこの相手もいるパターンの曲というか、共通の思い出としてのそういうわさわさ感、うん、でジュリとかね、キヨさんとかマチコみたいに一人で一人で暗黒期のその感じるパターンの、うんうん、確かに感じ方が違いますね、うんうん、それぞれ面白いですね本当に、はい、じゃあその引き続きそのまま行きましょうかもね。そうですね、はい、じゃあユウのぜひザお二人の、はい、はい、どちらから行きますか。どうしようかな、どっちから行きましょうか。僕から行きましょうか。はい、はい、じゃあ、はい、イレイから。はい、イレイさんから行きますか。はい、僕が選んだのは、うん、ストロークスっていうバンド。ああ、はい、アメリカのバンドなんですけど、あ、アメリカなんだ、はい、ニューヨークのバンドで、うん、この今から流す CD は2003年なんですけど、うん、もう日本かな、まあ、日本は特にもうミクスチャー大ブームだったんです、うん、で僕は座右を始める直前で、うん、もうとにかくもうバンドがやりたくてもううずうずしてるんだけど誰とも話が合わないっていう、あ、こういうなんていうんですか、この流行りとはちょっと違う流れの、うん、俺こういうのがやりたいって力説しても誰も、うん、いやリンキーパークの方がリンキーじゃなくてみたいな、そういうもうこの今から流す曲はこのドラムからスネアから始まるんですけど、うん、このスネアがもう僕はもうこれ俺はこれをやるために生まれてきたスネアがスネアのために本当に、うん、スネアから始まるんです。そう、スネアすごい、そうそう、もうこれだったんだなっていうぐらいの、うん、はい、何曲目ですか。これはですね8曲目のアンダーコントロールっていう曲です。じゃあどうぞお願いします。あ、これ髪好き。これってさ、あのさ、あの赤レンガみたいなさ、あのジャケットのやつね、赤レンガみたいに次男たちの持ってるやつ、赤レンガみたいなジャケットのジャケットは覚えてないけど今日見て再生したの赤レンガみたいなジャケットのやつ、ストロークスで、ラブライみたいな有名なっていうか、あの有名なやつ、そうそうそう、あるんですよ。キャン君、ジャケット見せてください。ジャケット、あ、私たち、私たち、ほら赤レンガ、赤レンガ、私たち、ストロークスのジャケット、ポケモノのストロークスって言われた、あのスネアの方です。初期衝動になったから開口したで、これね、いいアルバムですね。そうそうそう、本当にかっこいい、これこれかっこいい、うん、アメリカだとは思わなかった ね、俺もなんかイギリスとか、イギリスだけだと思ってました、ね、そうなんですよ。何歳頃の、大学 2年か3年ぐらい、マリアンドアネットのやつ、そうですね、だったっけ、ぐらいの曲ですね。そうそう、マイクあげますね、はい、はい、はい、っていう感じの、はい、ストロークスの、
アンダーコントロール、アンダーコントロールという曲ですね、はい、さっきの話で言えばこの相手がいるのか、うん、一人なのか、うん、完全に一人のパターンなんで、うん、相手を探してたみたいな感じで、うん、そうですね、そういう毎日イライラしてます。もどかしいみたいな。心が暴れてたんですね。そうなんですよ。すごいな。今聞いてもなんかこう、あの時のこのうずうず感が蘇ってきますね。うん、これを聞くと面白いな。その当時からこのスネアって感動できるのがすごいな。うん、うん、普通そういう風にって聞けなくない？うん、このなんかちょっと裏で、うん。アクセント入れるところがあって、うん、パパパパパパみたいな、うん、うん、うん、何棒こうでたらたらってやるよりかも一個抜くっていう、うん、これだったのか。そして入江さんはドラマじゃないんですよね。それがまた面白い、ね、最大の謎です、うん、謎マニアック、うん、確かにすごいな。いやでも入江さんはドラム叩きますよ。あ、やっぱそうなんですか。あのいつも妄想でトレーニングしてるみたいな、うん、たまにやっ てきます。授業中に筆箱叩いてたりする、うん、曲とか作る時もそういうなんかこうジェスチャー的な、そうそうそう、あのスネアはこういう風にやってっつって、うんうん、いいですね。じゃあいいパートナーがいるんですね、本当にね。いやー、うん、10年以上かかりましたけど、うん、安定しましたね、はい。うん、いいな、いいな。よし、じゃあそのまま言い続けていきましょうか。はい、はい、いいっすか、僕はい、お願いします。もう最後なんですよね。じゃあ、じゃあですね、僕最後。あ、僕がまだなんで。あ、よかったですね。あ、じゃあ、はい、じゃあいいですか。はい、先にお願いします。先に、はい、はい、すいません。繋いでますか。あ、繋いでます、大丈夫です、はい、あの、ちょっとこのまあ、あの曲はですね、思い出といいますか、うん、ですね、10年ぐらい前にバンドを見に行ったんですよ、この人たちを。で、うん、その時には実はあまり思い出がなくて、うん、あ、その時はその時は音がうるせえなってことで、うん、あのヒューマン捨てちゃったんですけど、うん、あの外でもう外で聴いてたぐらいでかすぎて、うんうん、でもまあいい曲だなみたいな、うん、でその時はあんま好きじゃなかったんですけど、あのその5年後ぐらいに対バン実はすることがあって、うん、僕が前のバンドの時、10代の時に、うんうん、それでもう、そう一気に好きになったんですよ、うん、で、まあ、アルバムも聴いてたんですけど、ちょっと数年前にこのボーカルの方死んじゃって、うんうん、亡くなっちゃったんですね、うんうん、でもうなんていうかな、今でもたまにこう半年に1回1年に1回聴きたくなるんですよね、うんうん、で今日たまたま車で来た時にかかったんで、うん、すごく乗って、あ、また久々に流れたなみたいな、うん、iPhone が買って流したんですけど、あ、っていうので今日ちょっと思い出の曲なんで、うん、かけて、はい、行きましょう、行きましょう、はい、ネットは大丈夫なやつですか。ネットはダメじゃないですかね、メジャーなので、うん、かけます、はい、じゃあ曲、はい、ブラッド・サスティ・ブッチャーズで、うん、ジャック・ニコルソン、キューバの時見に行ったんですよ。ミミノさん、ダウニーと一緒に出てたんですけど、いや、私その時は沖縄にいなくて、あのジューダーと対バンしてたのを見に行きました。あ、そうですか、はい。ありがとうございます。空間のハルキもめっちゃ大好きな感じ。ハルキがね、うん、よく流すのよ、同じだから、これはまた、あのブッチャーズ、私も好きだけど、うん、流さないようにして。ハルキがブッチャーズ流す率の方が高いよ、ね、めっちゃ高いよ、困ったらブッチャーズ流す。好きなのはね、ハルキのその、またあとあの男たちがやってる ABC って感じで、うん、あの感じで、うん、でも追悼ライブじゃないけどやってる、そうやってる、毎年、うん、そのボーカルの方も、さっき言われてた牛村さんが亡くなってから、うん、毎年プチカフェ、これ聞くとなんか歌詞聞くとなんかちょっと悲しい気持ちになります、うん、だってずっと続けていくぞっていう歌なんです、うん、あ、そうか、今がそうか、ライジングさんかなんか出たんだっけ、あ、ブッチャーズ、ゲストボーカルマネーたりとかして、やったんだよ、確か3名で出て、でもインストでやったみたいな、あ、そうなんだ、うん、
ムストで7月とかやってて、でなんか他の方がトリビュートっていう形でカバーしたりとか。ではそろそろマイク上げますね。あ、はい、ブラッドサスティ ブッチャーズのジャック・ニコルソンでした。ジャック・ニコルソン、はい、ありがとうございます。はい、まあ、曲というか、この曲を聴くと PV もなんかもうすごく感動できるんですよ、アニメーションのやつで。うん、うん、なのでぜひ聴いてください、うん、YouTube とかで。はい、よろしくお願いします。はい、当時はその大きくてって面白いですね。なんかでもそういうのありますよね、ライブでは気づかないことってありますよね。おー、ありますね。ありますよね。うん、あ、多分あの時はもうヒューマンが悪かった。ギノワン、同じギノワン悪く言わないで。いや、まあ音が大きいバンドじゃないですか。なので、まあ後々気づいたんですよ。うん、まあ、ごめんなさい、悪くはないですけど迫力があったら、そう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 、バンドが意図してるサウンド出してくれるそうそうです、面白いなぁ、ありますよね、そのライブで、うん、本当に終わってから、あ、この曲ってこんなにいいんだって思うし、逆もあるし、ライブで分かる曲もあるし、不思議だよね、なんかね、いろんなパターンがあるな、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、そろそろもうこのテーマもちょっと最後になってきてまして、僕だけちょっと残ってるんですけど、パッとやっていいですか。じゃあ僕も、はいはいはい、キャンさんにちょっとデータ渡してて、これもらっていいですか。ちょっと僕なんか、ふぬけというか間抜けというか、エピソードとかあるの。エピソードはね、エピソードっていう感じでもないんだけど、うんうん、僕がちっちゃい頃、小学生ぐらいの頃ですね。あ、同じぐらい、うん、にいつもテレビから流れてきた皆さんのおなじみの曲なんですけど、おなじみ、はい、なんか何とも言えない気持ちになるというか、心の置き場所が分からなくなるというか、なんか今自分ここにいるけど、なんでここにいるんだろうって当時からなんか思ってるような、ここにいていいのかなっていう、いつも家で聴く音楽でしたけど、曲名も分かんないですよね。沖縄食料さんですけど、はい、じゃあお願いします、キャンさんお願いします。2人は似てるね、それを考えると、その選曲が、ね、似てるよね、なるほど。これあれですよね、米と米が米で途中で違う女と付き合ってます。そう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 、結構悲しかったりする。人生いろいろみたいな、ドラマがドラマが映像も変わらない、ね、終わりません、終わります。はい、沖縄食料さんのおなじみの CM でしたけれども、わかりますよね、皆さん。わかります。あの時間何もしなくて、ちっちゃい頃なんて天気気にしないじゃないですか。でも1分間あれが流れるわけですよ、ね、これってさ、ちょっと話変わるけど、うん、ヤンボーマーボーとセット、あ、なんか同じようなイメージだね。 あれ何、テレビチャンネルの違いかな。はぁ、あ、そうなのか、8ちゃんと10ちゃんとかそういう違いかな、どうなんだろうね。うん、スポンサーさん、スポンサーさん、うん、違いでしょうか。なんか僕も、はい、とってもなんか何とも言えない気持ちになったんですよね、うん、もう母ちゃんが料理やってて準備してて、うん、で隣のおばあちゃんがいつもソファーに座りに来てて、うんうん、はい、でそれを見て僕は何とも、うんうん、物悲しくなる感じ、うん、というそんな感じですね。夕方のあのご飯前の、あの一番子供が暇な時期、うん、時間帯というか、うん、黄昏的な、黄昏覚えたのかもしれないね、あそこでね。あんまご飯も空いてないのに待たされるじゃないですか。なんかお腹空いてないのに作ってるから、なんか待ってなきゃいけないみたいな、あの雰囲気の中で、なんとも言えない、なんとも言えない。
もう男性の感性がすごいですね、うん、思い出迷子が今も迷子だよね。そうそう迷子、未だに分かんない、未だに分からない。ちょっと違うけど、あの、うん、座右の中本さんが、うん、元座右の、うん、あの居酒屋で急に一人で、うん、声運ほんとに最後50名ぐらいの大合唱です。2010みんなだったらすごいシンガロング、ちょっと通じるもんね。それがフラッシュモブの起源でした。そういうことか。すごい、音楽の力って偉大ですね。そう、あと CM の力だよね。CM そうですね、ずっと繰り返す、やっぱね。じゃあ一旦 CM 行きましょう。はい、あのエンディングジングルから入りましょうか。どうしようかな。空間の曲が5分あるわけ。はい、そのまま使います。ね、そのまま曲ボーンっていってエンディングって喋った方が。 PM の情報はできない、まあ、これ十分だ。じゃあ、曲の方は、番号的には3番で、はい、3番で。じゃあ一旦これボーンって出して下げて喋ってもらう形でいきましょう。エンディングやってのじゃ最後に空間ビアルライブ予定の、うん、でだからもう曲エンディング曲そのまま流そうね、うん、最後に、ね、あ、行きましょう。あっという間だったな。あっという間だったな。テーマがね、やっぱ面白いと。いっぱい曲聴けてよかったね。お時間は意外にブランチだった、はい、じゃあ CM が開けまーす。はい、今日ももうエンディングでございます。このスペシャル回、はい、あっという間でした、ね、はい、皆さんありがとうございました。楽しかった。はい、聞いてる方々もありがとうございます。本当にね、楽しかったね。全7曲、思い出迷子の曲8曲っすね。8曲か、キャンさんも合わせて 8曲か。なんかみんな本当にそれぞれだったなって感じ、ね、それぞれだったね、はい、うん、面白いな。なんか笑っちゃうこともあればほろりとね、うん、するようなエピソードもあったり、暗黒マジック、甘い大地さんのねエピソードもあったり、すごい振り幅、すごい振り幅が面白いですね。なんかね、まだまだやれそうですよね。なんかね、また第5週目に期待ですね。はい、ちょっと次がいつかちょっとまだ把握してないですけど、楽しみだな。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして空間日和からライブの告知があるんですよね、うん、はい、はい、9月7日の金曜日に那覇のアウトプットにて岩瀬敬吾生誕祭というライブがあります。で、元ジュークの岩瀬敬吾さんがバンドセットで沖縄にライブしにやってきます。で、我々空間日和とソーク伊豆県、そして、下田義行というこの計5組ではい、はい、ライブを行いますので、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、9月7日、はい、7日金曜日です。8日が座右、はい、ワンマン、いいですね、盛り上がってますね。盛り上がってますね、はい、はい、で、今空間日和が今ちょっとバックで流れてるのかな。はい、ね、今お聞きいただいているのが空間日和の E と A の情緒という曲です。はい、ゆっくり聴いてもらいましょうか。最後なんで聴いてね。はい、じゃあ一旦この空間ビオレの曲、皆さん聴いてもらいます。
はい、お聞きいただいているのは空間日和で E と A の情緒。はい、はい、はい、残り30秒ですね。今日は皆さん本当ありがとうございました。スペシャル回でした。はい、もう、はい、帰ってゆっくりしましょう。どういうこと。はい、この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。はい、おやすみなさい。まだまだ続きますけど、ラジオまたよろしく。斬新。帰ってやるね。お疲れ様です。お疲れ様。自分に言い聞かせまこちゃんさんのまた次の5週目は11月11月だ、いい肉。あすごい早い。あ、いい肉の日らしい。お相変わらず早いよね。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちなみにあの直江さんが使ってたあのヘッドホン、僕が一番古くから使ってるやつ。あ、そうなんだ。中学生から使ってます。こんな近未来的な、なんかこれは物持ちいいですね。なんかエヴァンゲリオンもこんな感じでしたよね。なんかあ、そうそうそう、そんなイメージですよ。この椅子とかは椅子とかは、これあの椅子は取るけど、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、止めてない。ヘッドホンとかそのまま。ライブ終了で。お客さん、ヘッドホンとかは。もうそのままで大丈夫です。CD 類。はい。すみません。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、本当に安いし、やっぱ人間がたくさん詰まってただけあるね。2日連続、あ、いや、4日連続4日連続になります。